サボリーマンアメコクカンタロウは、原作、萩原アパレ、作画、アビディの上による日本の漫画作品。平成館ミロクサボリーマンのタイトルで、モーニングにて2014年39号から同年42号まで、連載後、移籍して、サボリーマンアメコクカンタロウのタイトルに改題し、月刊モーニング22015年2号より2016年6号まで、連載された。単行本では、 話数を、開題前と開題後で分けず、通算でカウントされている。通算では、全20話。2017年にテレビドラマ化され、それを記念して、作画のアビディによるドラマの撮影現場に潜入した、デポ漫画が、月刊モーニング通2017年8号に、掲載された。SE から、営業職に転職したアメコクカンタロウは、クールで殺としたとポーカーフェイスで、 バリバリと仕事を着実かつて企画に収める成績優秀なビジネスマン。周囲からの信頼も厚いが、プライベートに踏み込ませないミステリアスな一面がある。アメダニには周囲に隠している秘密がある。冷静沈着な風貌と、裏腹に、実は、和菓子洋菓子を問わず甘いものを愛してやまない、スイーツ男子なのだ。前職の SE では勤務中はほぼ社内に詰めていたため、週末しか、 甘味巡りができない生活であった。平日にも甘味ところ巡りをしたい欲が増さり、外回りをメインに行う営業職に転職したので、ある。ただし、単にサボって甘味を貪るように食すのは、アメダニの美学に反する。仕事をきちんと卒なく熟した上で、サボり時間を捻出し、誰の目も気にせずに甘いものと生態して、心ゆくまで堪能する。 という背徳感が完備なプラスアルファーとなって、アメダニのスイーツ愛を加速させる。ネットフリックスとテレビ東京がタッグを組み、テレビ東京にて新設されたドラマーク、キドラ25の第2弾として、2017年7月14日から放送開始。タイトルは、サボリーマン・カンタロウ。主要人物その他、平成館魅力サボリーマンに関するカテゴリー、サボリーマン・カンタロウに関するカテゴリー。 ありがとうございます。